はい、皆さんこんにちは。ポケモンサンムーン実況プレイ続きをやっていきたいと思います。まあ僕がプレイしてるのはムーンの方ですね。パッケージのこのルナーラがまあ登場する伝説ポケモンってことになりそうですが、前回、ハープーンの大試練やクリアして地面 Z をもらったところまで行って、その後なんとかの大峡谷ってところすごい進んできて、こんなパーティーで戦ってきたんですが、次の試練に臨んでいきたいと思います。看板とか、前回これ読んだところですね。試練に挑みたいと思います。キリマの試練に似てるの。何かが襲いかかってきた。ジャラコ。試練の時は試練が終わるまで確かポケモンの捕獲ができなかったと思うんで、普通に倒します。あ、てか激凛からできんでいいか。ドラゴンタイプのポケモンなので、ジャラコは普通に激凛で倒せばいいかな。先ほどよりも鋭く突き出す視線を感じる。なんかポケモンが飛びかかって襲いかかってくる感じなのかな。さっきのジャラコの進化系がジャランゴですね。伝説ポケモンと戦う場所かと思ったんだけど、まだ試練の場所だった。これまでにないほど鋭く突き刺す視線を感じる。次でかいドラゴンが現れた。ジャラジャランジャーン。ヌシのジャラランガが勝負しかけてきた。ヌシのジャラランガオーラをまとい能力が上がった。能力が上がったってどの能力が上がったって書いてないから全体的に上がったんかな。まあ激凛で倒します。何ちょっと守って名前を呼ぶってずるくない。ジャランゴが現れた。まずジャラランガを倒したいけど、激凛は攻撃対象選べないんだった。使いアッパー、やばい死ぬ。急所って何それ。しかもジャラランガ倒せてない。やばい死ぬ。使いアッパー強すぎね。全滅しちゃうやんこれマジで。どうしよう。ドラゴン格闘タイプだっけ。そういえばこいつが使いやっぱガクソきついな。あ、ドラゴン格闘タイプだから飛行タイプ効果抜群ってことか。素晴らしさ抜けてるかな。さっき抜かれてたよね使いやっぱ。くちばしキャノンでジャラランガ殴ろう。この接触で撃たれても。やけどさせられると思ったのに守ってきたよ。
呼んできた仲間32レベルだから楽勝倒したぜ。ガオガン死んだけど、ジャラランが峡谷の子に姿を消した。ドラゴン Z かな、スカイアッパーがきつすぎた。ガオガン悪タイプだから、格闘タイプの技が抜群だからきつかった。ガオガン死んでるから回復させた方がいいかな、まだ敵がいるんだったら。祭壇に来た、これ多分ルナーラとの対戦も入りそうだな。祭壇で笛を、太陽月の笛を、二人で笛を吹くのか。これはBGM が変わった。あえてここ走らずに歩いていくことにします。ついに伝説ポケモンと相まみえることができそうですね。二人で笛を吹くのかな。僕はこっち側に。笛を吹くときはなんだってちょっともがいてたけど。ん？で、道がよくわからん。どこに行けばいいんだ俺は。あれ？こっちか。ここだな。どんな音色なのか。横笛なんだね。尺八みたいな感じか、雰囲気。太陽と月、超科学的な雰囲気だ。コスモブが動いてる。何が起きるというのだ。コスモックがルナーラに変わった。
伝説ポケモンに進化するすごい実施だったなんて。マヒナペ、星熊ちゃん、私母さんに会いたい。マヒナペや、なんだこの鳴き声。異次元に行けるのか。連れてかれた。ウルトラスペース、なんだここは。持っていたより綺麗な場所で驚いています。でも空気がどんよりとなんだか苦しい。ウルトラビーストでやはりポケモンさんなんですけど、だとしたらウルトラビーストさんと呼ぶ、行きましょう。マヒナペア、そこから動くとダメということでしょうか。この位置から動けないのか、ルナーラは。グズマがいる。戦うのかこれ。またビーストがたくさん。取り憑かれてよ、釣るとよ、心も体も勝手に目覚めてしまってよ、自分が自分でなくなるようで怖くなっちまったよ、何にも恐れないスカルダンボスの出方よ。ウルトラビーストにすっかり夢中、もう誰の言葉は思いにも届かねえ。それでもです、それでも行きます。ルズマとの戦闘は別にないのか。ウルトラビーストが集まってきて、どっかへ消えていく。ウザミーネが現れた。私とウツロイドの愛だけが存在する。なんて甘く美しい真実のパラダイスだというのに、なんてしつこいのかしら。心底うんざりしますわね。誰の許しを得て私とビーストだけの美しい世界に来たのです。飽きちゃった。こんなにも素晴らしい世界にようやく来れたというのに、などの世界に戻ろうと私を困らせるんですよ。驚くにも程があります。ルザミーネにとってグズマはもう用なしってことみたいですね。私は私の好きなものだけが溢れる世界で生きるの。たとえ自分の子供でどれだけ私を慕いって言っても、珍しいとされる子供だとしても、私が愛を注いで美しいものでなければ邪魔でしかないのです。
そう、私の世界には私の存物だけで溢れていればそれでいいのです。うんざりです。リーレが怒り出した。使えないポケモンを好き勝手にパーティーから外すでしょう。これは1でやるか。ウツロイドで戦う感じなのかな、これは。ウルトラボールですね、これが噂の。ウツロイドが出てきた。ん？ウツロイドとこの人が合体した？何これ、何じゃこれ。何これ、エーテル代表のザミネが勝負しかけてきた。全員オーラまとってんのかこれ。めっちゃ強そう。ベトレトンに出てたか。でも結構強い。毒つけ、毒入れ。もう小さくなる戦法使うか。あ、こいつ毒入れても関係ないのか、ひょっとして。特性がなんだっけ、あの向こう状態以上でもダメージにならないやつ、なんて言ったっけ。特性やばい、死にそう。やばい、一匹が突破できないとか、そんなバカな負け方ある。月の光で延々と回復されちゃうじゃん。やばい、防御特防上がってる。急所出さないと突破できんぞこれ。毒入れてもピクシーの特性のせいでダメージが入らない。しかも月の光で延々回復される。急所出してくれ。やばい、終わらないんだけど。マジで終わらない。継承出ないと終わらない。月の光ずっと回復されちゃう。ネオハル、ネオハル、ずるずる技出た。なんとか倒せそうです。1体目のピクシー突破するのすげえ時間かかってしまった。ニロカロス、
全員オーラまとってんのすげえ辛いなマジで。やばい、神秘のベールに守られたなと。何にももちろん持ってないんだな相手。特性活気じゃなくてよかった。しかし自己再生持ってる。神クラック、さっき防御1段階下がったんで突破できました。ベトベトンが活躍してます。まあ喧嘩2杯とかは覚えさせよう。ステルグマってタイプ何？タイプが分からん。格闘か、めっちゃダメージ効くな。毒入って PP がなくなった。やばい、強いんだけどルザミーネ PP8。 めっちゃ負けそう。痛み分けって命中率関係ないのか。小さくなら使いまくってるの全バトル。全然ダメージ入らん。アームハンマー打ってこなくなったな。今アームハンマー食らったら死にそうだから傷薬使う。痛み分けしか使ってこないんだけど。回復すると相手のも回復しちゃうから噛み砕く使う。強いなルザミネ。ミニマージ痛み分けこいつも使ってくる。毒が入らないので噛み砕くで。小さくなるのズルゲーしてます。ゲップってどんな技やっけ。いらないよドレディア、このままでいいや。草タイプのポケモンなんで今度こそ独特の牙で倒しましょう。ヤドリギ食らっちゃった。これ当たれば倒せるでしょ。よし勝ったぜ。モーニーカルザミネに勝った。エーテル代表のルザミネとの勝負に勝った。これウツロイドがルザミネを吸収した形なのか。
どうなるんだ。ウツロイドが ルザミネを殺そうとしてるの。それをルナーラが守ろうとしてる。そんなシーンですかね。なんか人とモンスターが合体するみたいな設定は他のゲームでもあったりするけど、ウツロイドが分離した、分離してボールに変わって、これがウルトラボールというやつらしいんですよ。目を覚ました。正気に戻ったか。また倒れ込んだ。生きてるのかな。また少しは綺麗になったのね。まあ、ポケモンのゲームの最初にどっかの世界行くってのはギラティナ、プラチナのギラティナ戦であったような気がするけど、この世界が崩れていくのか。ウルトラワールドだったっけ、ここ。ズロイドさんがたくさん。まあ、長くはこの世界にとどまれないから戻ってきたって感じね。ルナーラが連れて帰ってきてくれたって感じか。そこのでかいのご婦人を吊るしろ。弱っておられるが無事じゃ早く手当てしてね。そこのでかいのってルナーラに指示してんのかこいつ。違うか、グズマに指示してんのか。バンバトルがまた活躍してます。トレーナーではないリリアをよく導いたの。リリアも頑張ったな。しゃべ待ってるから落ち着いてくるのだ。あなたは元の席に戻すはずだったのに、私が助けてもらったばかり。この鳴き声がなんか笑えてしまうんだけど、もっと可愛い声にならないのか。旅をしたい。だって私あなたとずっとそばにいた。言ってみれば家族だもの。あなたの思い分かります。私も同じ。アローラのいろんな島を巡り多くの出会いがありました。クギー博士とバーネット博士、シマキング原さんと孫のハウさん、鬼スズメさんに襲われた時に颯爽と現れ助けてくれたタロイム TV さん、他にもたくさんあなたの暮らしていた世界がどんな世界か分かりませんが、アローラの世界も知りたいよね。ポケモンや人に出会うことで人生が面白くなるって。でもね、私ではダメだから。トレーナーでもない私にはあなたが望む冒険やポケモン勝負はできないものちょっと声が枯れてすいません。タラム TV さん、この子と向き合いボールに入れてあげてくれますか。この子の思い、あなたと一緒に旅をしたい思いを叶えてほしいのです。というわけで、まあルナーラに連れてかれて
ルザミエーテルガイドのルザミーニャを助けたんですけど、その後多分これルナーラ戦伝説捕獲のシーンですねになるので、一旦ここで終わって次回ルナーラ捕獲して、多分その後もう四天王戦とかそっちに向かうのかな、ストーリーも大詰めだし、そんな感じで続きをやっていきたいと思います。というわけで30分ぐらいの動画になっちゃいました。今回もここまで見てくれてありがとうございます。パッケージがムーンってことでね、ルナーラがシンボルポケモンとして出てくるって感じですね。まあゲームのこのストーリー攻略の方が終わったらダブルデート時期をまた再開していきたいと思うんで、また見てくれると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。サンキューウォッチング前ビデオ、 See you next time。 バイバイ、また次回よろしくお願いします。